プロ野球セリーグ順位表。首位巨人、貯金8。もうこれ巨人優勝やろ。バンドで勝ち越しはでかい。巨人交流戦後は結構勝ち越せてるな。巨人前半戦背後チームに勝ち越し。今日はさすがの菅野でした。菅野ようやっとるな。やっぱ捕手は小林だな。安心感が違うわ。小林も菅野の時早いと思う。巨人は素晴らしいリリーフ陣や体勢がすっきり抑えてくれてよかった。体勢はガチ。主役は若林だな。若林ヒーローなりすぎだろ。3回目か。もう若様襲名してえな。巨人トレードと助っ人ガチャ全部当ててるのすごすぎ。週末から横浜戦。横浜の中継ぎやばいな。去年の和田軍を見てるようだ。次はホームが苦手な横浜をハマスタで叩くど。横浜は先発に球数投げさせてリリーフ引きずり出せばいけそうやな。いい広島ゲーム差1。守備良い広島は強いわ。このカード勝ち越せてよかった。広島は日程きつくなるけどな。松田のヤクルト巨人が9月にいっぱい残ってるのでかい。今年は広島やろな。広島は末金戻ってくれば打線良くなりそうだし怖いな。末金は盛り休み前ぐらいかな。今日は気持ちいいくらいボコられたな。まあ今日はクリがな。まあ毎試合そううまくはいかんわね。週末からヤクルト戦。約3タイムリーでまくりで怖い。ヤクルトはオスナが絶好調みたいだから要注意だな。3横浜ゲーム差1.5。すごい試合やったな横役。横役はいつも楽しそうやね。ムレスコなのに乱打線とかやしのレベルがすごいね。やっぱ野球はこれくらい締まりのない方がおもろいわ。戦略的に横浜が一番強そうに見える。横浜は隙が多すぎて優勝できそうなイメージはかないわ。横浜あの試合展開で負けるってマジ。9回に同点、延長で勝ち越すって勝ちの流れじゃないですか。横浜は未だに勝ちパターンないのが致命的。3、4番がホームラン打っても意味ないとはね。横浜は打線以外がダメすぎるな。横浜ひどいけど見るのはおもろいやろ。横浜打線最強、中継ぎお前さんって去年の巨人やな。打線が調子悪くなると一気に落ちそうなんだよな。週末から巨人戦。巨人は途中補強のヘルナンデス若林が立って勢いあるな。中継ぎ立て直さないとこのまま離されそうね。4人阪神ゲーム最中。阪神強いやん。阪神久々に打線が爆発したな。今年は阪神まで含めてまた順位ガンガン変わるやろな。阪神今日大量得点で勝ってるからまただいぶ強気だね。阪神は定期的に貯金全部失うけど意地でも借金はしないチームよ。阪神はズルズルいきそうでいかんな。阪神はあまりにも下振れしすぎてる。打線は元気になったなら村上才木も勝たせてやれるやろうね。阪神は今年完全にヌレスポにやられとるな。甘めでもストライク投げとけばええから。去年みたいな四球戦法が潰されとる。東方大山8試合連続安打。大山の調子は上がってきている。勝ち越しバトルの一打やった。ゲルと大山が調子が戻るとでかいな。週末から中日戦。開幕好スタートで中日戦は貯金増やしたいな。高橋宏斗はオールスターで3回ぐらい投げたら出てくんやろ。岡田監督やるかな。5位中日ゲーム差 4.5。 中日ヤクルト 1.5 ゲーム差。中日まさかの再開ありそうで怖い。でも2敗1勝ペースやしまあまあやろ。中日上げてきたな。中日の3連覇見えてきたな。チュニドラの3連覇あるぞ。ヒロトが投げる試合以外3失点以上してるので勝てるわけないな。中日打線いまいちすぎるな。最近完封負け少ないから頑張ってるよ。中田のベテランの素晴らしいスイング見れた。翔さんバンドでホームラン入れられるパワーまだ残っとったんやな。週末から阪神戦。オールスター明けいきなり甲子園3連戦という事実。甲子園という球場で中日は勝てないんだよな。阪神は今日勝ったけど状態あまり良くないからいけるやろ。6位ヤクルトゲーム差 1.5。 ヤクルト勝ったんか。神宮すごいな。神宮面白すぎる。神宮行くとどこもプロ野球らしくなるのくさ。ヤクルトの火だるま戦法やばすぎ。ヤクルトスワローズとかいう順位も試合展開もジェットコースターみたいなチーム。ヤクルト強いから好き。ヤクルトってあんま弱いように見えないけどいつの間にか負けてるよな。ヤクルトって死んだふりするよな。塩見が言ってる時点でもうゾンビみたいなもんやろ。サンタが真似ってさらにダメやし。オスナがえぐき返してるで。オスナの週間成績545、 OPS 1.565、 共にセリーグトップ。オスナが好調すぎて怖い。週末から広島戦。
問題はオールスター明けの広島だな。神宮なら打てるかどうかだ。広島相手だと抑えられて打たれるんだよな。サンタの復帰だろうし勝ちたいね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。